はい、おはようございます。スピーキーです。2024年1月の25日、木曜日ですね。はい、今日はちょっと見にくい。こちら、ぬかびら源泉郷スキー場来ました。温泉じゃないですか、源泉郷です。で、駐車場こんな感じ、後ろですね。他にもなんか、第三駐車場とか、うんぬんとかあるみたいですけど、とりあえず私はここ止めました。ちょっと今慌ててます。ただいま時間1時半なんですけど、ここのスキー場、3時までっていうことは、あと1時間半しか時間がありません。はい。こんな感じですね。面白いですね。なんとか温泉スキー場っていうのは、日本全国あちこちあるんですけど、源泉郷っていう名前はね、初めて聞きました。手前が多分これ、ロマンスリフトとかですね。おそらく右手に、もっと上まで聞く長いリフトがあると思われます。ちょっと時間ないので、建物周りはもう巻いて巻いて行っちゃいます。はい、こっちのスキー場、これも自衛隊の訓練もしてますね。はい、あれ右手にリフトないの。ここしかリフトないのかな、ちょっとわからないな。あれロマンスリフトに合ってるね。ぬかびら源泉第一ロマンスリフト、向こうに左にあるね、リフトありますね。はい、というわけで行きましょう。2階が売店、1階が売店券より1階らしいですね。はい、じゃあ売店券買ってくるか。よし、はい、というわけでチケット買ってきました。まあ4時間券なんだけど、あと1時間ちょっとしか潰れないです。はい、で、まあ来てみて、コースが、半分閉鎖してるということで、はい、正直って感じですね。がっかりですね。うん、一応ここホームページとか SNS も、Facebook ですね、あるんですけど、あ、Twitter もあるね。そっちの方では情報を出してくれないんですよね。どこのコースが営業してるとか営業してないとか。うん、でここ結構来るのに難儀する場所なんで、来てからコース、ね、半分営業しませんというか、蒸気車コース全部ですね営業しませんというと結構ねがっかりです。はい、うん、3500円、ね、3500円からスタートで、ちょっとそれくらって結構ねがっかりです。まあとりあえず一回まず滑った経験としてとりあえず乗っていこうかなと思います。じゃあまず第一ロマンスリフトから乗っていきます。はい、じゃあここワイドコースです。このロマンスリフトというところですね。はい、この先ネットあり、はい、ネットありだけど、滑っちゃダメだ書いてないので、はい、じゃあワイドコース。ワイドコースです。じゃあこのリフト乗っていきましょう。はい、じゃあ第一高速コース乗っていきましょう。高速っていうのは速度が高速なんですね。Thank you.
以上が第一高速構成シャワーでした。じゃあロマンスリフト側をロマンスリフトのそば通ってトップトゥーボトム行きます。レッツゴこれ上から入る方が正解かもね。あ、ここ結構かもしれない。カンカンでのゲレンデって感じ。オッケー、行こう。
はい、以上が特殊ボトムのワンスリーストがあるチャー、ダンダン。はい、どうやらここからダイナミックコースかチャレンジコースに入るんですけど、ダイナミックコースは閉鎖中ってなってますね。はい、なんでダイナミックコース入らないでいまーすということで、こっちですね。はい、何コースっていうか知らないけど、出てきます。
以上が、チャレンジコースですね。ちゃんちゃん。はい、じゃあサーキットコースっていこうとね。こちらに名前のついてないコースが、あそこのね、奥の小道に入ったところですね。サーキットコースです。じゃあ行きましょう。サーキットコースね、聖地のコースかと思ったら聖地なのな。よし、っていう感じで、一つ A コース、全コース、できました。終了です。チャンチャン。はい、という感じで、滑ってきた、ギリギリ滑ってきました。はい、ぬかびら源泉郷スキー場でしたね。はい。ふぅ。まずね、最初に結論というか、滑ったコース言うと、ダイナミックコースだけ滑れなくて、それ以外、閉鎖でかかるサーキットコースとか、ダイナミックじゃなくて、なんだっけ、チャレンジコース、ごめん、逆だかもしれない、あれ、滑れる状態でした、滑れる、ここの目の前の聖地かかってるところ、ここはね、表示では閉鎖ってなってたんだけど、ここのね、リストキングルーのところで閉鎖ってなってるんだけど、普通に上もオープンの状態になってて、すぐになってました。で、もう一個の方は、ネット張れて閉鎖って書かれて、まあ、あれは滑れないって感じですね。うん。でね、ここの2本のリフトあって、
でさらに昔は向こうに第2、第3高速リフトっていうのがあったみたいですけど、まあ、一応その残骸は見れたけど、まあ、あの見れただけという感じですね、うん。でこの高速リフトのこっち側ね、あのまっすぐ結構ズドン系で、でちょっと狭いんだけどこうねうねってて、個人的にはねこっちの方がねサーキットコースの名前にねしていく感じですね。あの誰もいない状況であればすごくねワクワクするね、うねってシャドウ こっちにも横にも縦にもうねってるんで結構楽しいコースです。ただ狭くてエスケープするゾーンが少ないんで、周りにてかお客さんが他にいっぱいいるときはちょっと安全に車道変化ごとに様子見て滑らなきゃいけないですね。さっきはねラストランで滑ったんで前に人がいない状況で滑ったんでかなりウィーってできました。はい。でそれ以外の道路コースね、迂回コースあったんですけど、それはね正直ね、うん、まあ移動コースですね。でこっち側ね、この急斜面のところもまあまあ別に道路コース巡ってこれ滑るかって言われるとそこまで広いわけでもないし、シャドウもきついわけでもないんで、まあ、それだったらこっちのねロマンスリフトもあって、ここの目の前のワイドコース滑る方が個人的に楽しいかなと思います。でこのロマンスリフトの向こう側ねサーキットコースってなってるんですけど、サーキットという名前のくせに全然ね舗装路じゃなかったっていうね、はい、普通に不整地コースで大変な感じでした。うん、あれはねちょっとって感じです。あ、ちなみにそこに今日滑らなかったコースの出口のところ圧接かかってるっぽいですね。はい、まあそんな感じでした。ゲル底はねさっきここ入っていた感じすごくね天つゆの匂いがします。うん、めんつゆ天つゆの匂いがするんで、まあそれをね活用するようなねゲル底が食べれるんじゃないかなと思います。週替わりの定食があって、今週はハンバーグ定食が提供されているようです。建物このねメガヒラ温泉郷のこのベースの建物すごく綺麗で、まあこれスキー以外でも活用してんだったらなかなかねいいものを作ったなっていう感じがします。うん、はい、そんな感じでね今日のゲレレポはね終わろうと思います。まあねなかなかねここね場所的にも訪問しにくいし、天候的にもねなかなか恵まれないところなんで、まあ今日ぼちぼち晴れ曇りぐらいの天気でこうやって滑れてよかったなと思います。次来るときはねダイナミックコースが確実に滑れそうなタイミングでこうやってます。まあ雪が多い年かつ雪が降ったときですね。うん、なかなかねちょっと狙っていくのは難しいかもしれないです。はい、こんな感じで、てか温泉入りてえな、温泉入っていこう。こんな感じでね北海道や日本全国のスキー場を巡って動画撮影して紹介していってます。この動画面白いと思ったら参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、その他もろもろお待ちしております。それじゃあまた次の動画でね、次はどこのゲレンデ行こうかな。じゃあね、バイバイ。